どれだどれだ、よかった。ダメかと思った俺。こんにちは、青森の小野です。今回はスーパームーン月食というのを見に行ってきました。シガボーっていうね、前にキャンプしたことがある場所なんですけども、すごく景色が綺麗なところに行って、いろいろ撮影してきた動画になります。右だ。アイスもらっていこうかな。シガボーっていうところ行こうかなと思ったんだけど。シガボーって何になるの？なんかね、丘になってるから、こう夜景がすごい綺麗なんだよね。うん。うん。だのか。今日暑いね。うん、今日暑いからさ。うん。うわ、いい感じ。何時からいるんですか？9時から。3段ですって。本当？いいの？本当は何段なの？本当に2段？2段なんだけど。あ、本当？ありがとうございます。あのつぶ猫食べる前に映して。うん、映す。わかった。時はのチリンチリンアイス？時はのなんだ。時はだから。昔から時は。懐かしい味する。何十年って頑張ってください。ありがとうございます。美味しい。うん、あ、ありがとうございます。月食ね、月食。感じで充電されてます。目的地に到着しました。お疲れ様でした。角度がしっかりしてると窓越しでも20ワットぐらい、発電してくれるという。楽しい。ただ充電するだけだけど、なんでこんな楽しいんだろう。よし、じゃあ風呂入ってくるか。今5時ですけども、ずっとこんな感じで充電しながらやってたんですが、今ね、やっぱり日が落ちてきて5時でも、でもね、ガラス1枚挟んでも13ワット充電してくれてます。はい。いいわ、やっぱり安心感が違うね。
これ今あそこにね岩木山がドカッとあるんだけど、日が沈むとすっごい綺麗に撮れるっていうような話をしていて、おっちゃんたちがあっこで撮影してるっていう。おわ、夕日がちょうどね沈みかけですね。あー、これから一気に暗くなってくると思う。今 Google マップで調べたら、こっちは西で皆既月食が見えるのはちょうど反対側みたいです。
出てきた？出てきた？出てきた？どれだどれだ、よかった。ダメかと思った俺。いや俺嫁さんが家から見えてるよって連絡来ちゃったんだよね。結構来るんだ。そうなんだ。